はい、ヤングラブ出場佐伯選手です。ね、広島ね。はい、はい、あ、ずっと BMX やってたの？そうですね、5歳から BMX やってました。ね、あれ楽しいよね。楽しいです。はい、ものすごく。だってね、俺さっき言ったって言ったけど、あれコースをお父さんが自分で作ったんだよね。そうですね、昔になるんですけど、中野さんに取材に来ていただいて。そうそうそう、俺初めてあの時 BMX 乗ったんだもん。そうなんですか。結構もう僕結構鮮明に覚えてるんですけどちょっと忘れられてたんで。いや、俺はそうなかなか思い出さないけどな。どう、ヤンググランプリにこう選ばれたというのは。そうですね、やっぱり、嬉しいですね、素直に。でこれってチャンスが何回もあるわけじゃないからね。そうですね、もう109期今年が最後で、まあ、滑り込みで出場できた感じなんで、しっかり頑張ります。じゃあもう思い切って。そうですね、竹内さんの番手なんで、もうしっかり自分の仕事してワンツーできるように頑張ります。まあ、人のことは構わなくていいんだから、自分が一着取るように走るべきよ。まあそうですね、でもまあ大舞台なのでちょっと自分の走りアピールしたいなっていうのもあるんで、うん、だから多分ね、こうやって並んでラインとこで並んで走るんだけど、はい、一発勝負だから、たまたま開けてね、入れてやるとかってあるけど、はい、相手が下がってきたらもうさっさと切り替えちゃうとか、あ、一緒に下がってバック組んでしまうと打線乗らないから大変でしょ。そうですね、うん、その辺はね、やっぱシビアに走っていいと思うよ。一発シビアに。そう、はい、だって何回も一緒にこのヤングランプリ出るわけじゃないから。そうですね、もうないんで、これから先、ね、はい、そういうレースをね、ファンの皆さんも期待してると思う。はい、もうしっかり自分の力を出して頑張ります。ね、静岡は？静岡初めてです。初めて。はい、まだ乗ってない。まだ乗ってないですね。これから乗って、はい、明日も乗るんだよね。そうです ね、はい、だから2日半でちょっと感触つかんで、はい、しっかりと、はい、はい、いい結果を頑張ります。はい、ではファンの皆さんに一言。しっかりこれからにつながるように自分のレースをします。応援よろしくお願いします。はい、佐伯選手でした。